5月19日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 m 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは日本放送の飯田浩二です辛坊治郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です飯田君どうしました当然のことながら今日のオープニングのトークはあの話題になるって予想してるよね、はい、<laughs> 何の話題ですか <laughs> それですよあれです,、ね、あれですかあれですね <laughs> ヤギ汁くんですよヤギ汁くん <laughs> なんかヤギ汁を美味しそうに食べている動画が私のところまで回ってきまして ちょっとです、ね、くさみ噌に言うのかと思ったら、はい、なんか「お意外と美味しいですね」となんか言いやがってさ言いやがってさ言いやがってってどういうことですか <laughs> どれぐらいえ本音えいやいやいやまあ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 そうですね7割ほどはいやでもね結構まあまあまあ、まあまあ、んその獣臭さみたいなものは当然ながらあるわけですよんでヤギだろヤギです、ね、ヤギは家畜だから ジビエじゃないだろまあでもジビエじゃないっつってもまあまあまあジビエみたいなもんですら羊も独特な香りとかあったりしてそうそう羊よりもさらにねまあそうですね5歩ぐらいは前に積んだなって感じのね羊はでもね俺そんなに嫌いじゃないな羊もほらラムだったらいいんですけどマトンだと結構ね癖があったりしますよねそうそうそうでそのマトンよりもさらに5歩ぐらいはここ5歩す歩5歩ぐらいは前に積んだ5歩がわからないや程度が まあそこはあのね感覚の問題ど。どんな感じなの？チチ臭い感じなの？そんな感じじゃないか？ああチチ臭さ,さも確かにあるなという感じではありますね。どんな匂いなの？チチ臭さ,さと,とさまあ獣というかですね。一応プロなんだからさもうちょっとあの例えでわかりやすく <laughs> や<ー>誰が聞いてもあのイメージできるような、ええ、そういう例えでさ獣臭いってさっ,って獣っ,つっ,たって獣の種類によっていろいろ匂いが違うわけでさ。まあそうですね。かだから一番近いのはねの犬の肉球とかさ肉

もうちょっとこう前に進めた感じですね。まあ、ちょっとなんか、そう言うとね、あれですけれども、あれ、まあ、美味しい。そうそうそう。で、あの肉はね、とろとろに煮込まれていたので。これは。とろに煮込まれてます。そうそう、筋とかないんですか。いや、あの、まあ、多分ね、使ってる部位が良かったんだと思うんですけど、筋とかなくですね。とろっとした。とろっとした感じ。とろっとした感じ。味はとても、で、塩味ベースで、あの生姜を効かせていてですね。生姜ね。あの肉は非常にとろっとしてうまいなという感じなんですけど、まあ、その匂いの部分で生姜だと。 ヨモギだとか確かに必要になるんだろうなというね感じですね。<laughs> えー そんなに聞くんなら辛坊さんが自らいやそうですよだってた。あれでしょ。レトルトのちゃんとあの見つけてスタッフに託したはずなんですけど、私のところにまでレトルトの現物は来たんですが、ええへへあのこの番組のチーフディレクターの岸田さんっていうのがですね、はい、あ、僕もらってきますってもらってきたからさ <laughs> て。それ違うでしょう。<え>若干と実誤認があってですね、ちょっとちょっとね、<laughs> あの誰も手を伸ばさずにとか辛坊さんはそのまま席に置いてっちゃって、うね、どうするよこれって話になった。 時にこうやむを得ずというね。え、いや、そういうふうには聞いてないよ、俺は。俺。<laughs> なんかお家で、なんかその日のうちに食べたって聞いたよ。<laughs> はい、チーフディレクター。 チーフディレクター、そのうち、日の日のうちに食べて、なんか匂いが部屋にこもって、翌日も匂いがしてたっていう。結構強烈な匂いだなと、あそのぐらい、やっぱり匂いがきついんだ。うん、まあ、そのお店のは、なんか専門店だったからかもしれない。専門店どこにあんの?。いやいや、あの、沖縄の、その国際通りから、ちょっと入ったところにね。どうなの普通の沖縄料理屋さんに、普通にあって、どこでも食べられるもんなの?。いや、やっぱ探さないとなかなかなかったですね。で、あの、何人かね、あの、街に出て。 こうお客さんを呼んでいる人たちにもあるのって聞いた、聞いて回ったんですけど。いやー、ごめんなさい、それはちょっとうちはないんですっていうところは多くて。沖縄料理屋さんでも。でもじゃあ、沖縄料理屋さんに全部があるというわけでもない,んじゃない。でもないですよ。うん、で、どこなんだろう。そうそう、うん、何。いやいやいや、あの、まあ、専門店はあったりなんかして、その、国際通りとかね、うん、あの、牧師公設市場の近くとかにもあってですね。まあ、あの、実は、知り合いにお勧めされた店もあったんですが、残念ながら、そこは、あの、日曜が定休で行けなかったんで。はあ<ー>。そう。 もう,もうちょっと別のお店だったんですけど、うんうん、井田君なんですかちょっと聞くけどさははい、はい次に沖縄行った時もう一回食べるうんまあ機会があれば <laughs> でもほら。 地元な人一度味わっとくに越したことないですよねやっぱねほら最高までね,<え>ね,ねだからしんぼさんも一度は召し上がってあのねしんぼさんね僕らもね立場ってものがあるんですよこれね生放送で全般載ってるんですよこれね駄話してるわけじゃない個人の感想は別にそんなにさ<ー>奥歯にさなんか物をなんかねパラジウムとか挟んだようなさ、うん、<laughs> 入れ ここに大量のパラジウムを挟んだような喋り方をしなくても素朴 <laughs> <laughs> に言えばいいんじゃ <laughs> なんかと思うんだけど。ままずはまずは辛抱さん 食べていただいてですね。ああ食べたかったんだけどな。だからレトルト持って帰ってすぐ食べなさいよ。な。おなんか噂によると沖縄にまあ取材と称して遊びに来たね。取材です。取材と称して遊びに行ったついでにあの自衛隊の人と会ったら自衛隊の人がなんかどうもこのラジオを聞いてるらしいというそういう情報聞いやあの国自衛隊の長崎にね長長 だから今日先週も同じまさに同じような下りがあったはずですからね人間一週間じゃ進化しねっていのはよくわかるんですよね。で那覇基地で航空機を整備とかあとパイロットの人振りなんかやってるベテランさんが一りこり機体の説明をしてくれたんですよ早期警戒機っていう e c っていうもの説明は以上ですがところで那覇基地ってどこにあるの長覇基地那覇空港のところです。 あ,あそこ軍民共用空港軍民って軍隊じゃねえよと官民共用空港なんて言うんいうまあまあ軍民ですよね普通まあそうね正しい日本語としては何なんだろうね <laughs> 自衛隊民間共用空港でも一般的な短い略称でいうと軍民共用だと軍じゃないよ自衛隊はいやいやまあまあまあそれを言い出したらもう話がやばいじゃないんだよまあねヘリ搭載型護衛艦ですよそりゃ飛んでそうそうそうで一通り説明があった後にところでヤギ汁は食べたんですかって聞かれておおなんで知ってるんですかってすごい情報量すごいねすごい情報量だね全部説明していただいた後にはいかがでしたか岸田総理って振り回って <laughs> でなんてえたの <laughs> しっかりと皆さんに守っていただいている大切な <laughs> 大切な。 えー仕事だということはしっかりと全国できた。そこそこ。あそこそこ。よかったね。事情知らない広報の方ポカンとしてましたけど。いやあの関東あたりの米軍基地でさ、はいはいまあ航空自衛隊の入間基地がかつてジョンソン基地と併用されていたみたいに、それから横田も今若干自衛隊も入ってんのかな。横田は入ってないか。まあそうだなアメリカ軍の基地ですね。まあでもマシとかね。あのそうですね。えー日本のいわゆるその沖縄 沖以外のところにある米軍基地って、えー、自衛隊と結構あの併用す、ねはいうか、えー、軍民じゃなくて軍軍なのかよく分からないですけどす、ね、<laughs> 自衛隊と米軍とあの共用になってる基地多いんだけど、はいアメリアいやいや沖縄の米軍基地って自衛隊と共用になってないんだよね自衛隊は自衛隊米軍基地は米軍で別にあると。 えー、一緒にしてもいいんじゃねみたいな議論は、はい、定流にどうもあったらしいんだけど沖縄における反米・反軍感情みたいなものを自衛隊と共有すると、はい、反自衛隊感情に転嫁されると嫌だからうん、うん、あえて一緒にしなかったというような説をどっかで聞いたことがあるんだけどうん、うん、どうなんだろうか あのそれこそ今週の火曜日だったか水曜日だったか毎日新聞が一面から書いてましたけれどもあの2014年ぐらいから4年間ぐらいにわたってまさにそれをこう検討するということがあって現場レベルではかなり詰まったんだけれども、うん、上のレベルに行ったところで終わったっていうのをですね書いてましたよ、そういえば。えー もちろん、ね、自衛隊への感情みたいなものもあるしとかあるいはこう、まあ、2018年も、まあ、選挙イヤーでもあったというところで,です、ねまあ、その辺でこう感情を感情 をね火、えー、をつけちゃまずいみたいな判断があったのかみたいなことは書かれていましたが。だからやっぱ沖縄における基地問題っていうのは、うん、あのそんなに簡単にはいかないっていうのがうものすごくこう感情的なものが複合を、うん、なんなんていうかな。あでもあのまあ沖縄のですねまあずっとこう。 市議県議からあの中の政界にいらっしゃった方にインタビューをしたんですがその時にもいやあの将来的なこうアイディアとして、まあ、このキャンプ・ハンセンというところにアメリカの海兵隊がいますがそこにこう陸上自衛隊が行ってみたいなことだって考えられるだろうとでそれによってこうアメリカ軍の規律も良くなるんじゃないかっていうのを、ね、沖縄の側から提案するような政治家の方もいらっしゃったりなんかしてたので。 私その辺はこう議論としてはあるし、どうでもいいけどうとさ、だんだんさ、コハに話が近づくと声が小さくなっるのはどういうこと？はい、<laughs> いやいやいやそんなそんなおかしいじゃないかそれ。そういうおかしいだろそれは。<laughs> しっかりとしっかりと検討してまいります。あ <laughs> あ話、総理あの検討っていうのはね、はい、結論を出すためにあるわけでさ、はい、検討を続けてるだけだったら何もしてないのと一緒だろう。そういった岸田はけ決断力がないと。 いうご批判もいただきますがまさにしっかりとです、ね、検討すると私、岸田が決断をしたわけであります。 なるほどそういうことなんだそのうち怒ってくる本当いつか怒られますよなんかもういい加減なこと言ってるとということで今日も新房さんに言わされたんです楽しく飯田君と進めてまいりますはいお送りしています時々岸田総理も登場です偽物ですさあでは今日の株と為替からお伝えしていきましょうあじゃないですはい。株と為替の動き東京株式市場日経平均株価大幅反落となりました 昨日と比べ508円36銭安い 26, 2万6402円84銭で取引を終えておりますアメリカの小売り大手が相次いで市場の予想を下回る決算を発表したことなどから昨日のアメリカダウ平均株価およそ2年ぶりとなる下落幅となりましたでそれを受けて東京もです、ね、下げ幅一時700円を超える場面もあったということです。為替現在1ドル円円銭銭付近でののの取引昨日のこの時間と比べて50銭ほど、N 高となっております。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る。ズームフラッシュ。四時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします。番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは、<noise> Z, o o M、Z. O. O. M.。ズームアットマーク一二四二ドットコム。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。うん、日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。 山口県阿部町が給付金4630万円を誤って振り込み返還を求めている問題で、山口県警は昨日電子計算機使用詐欺の疑いで24歳の男を逮捕しました。岸田総理大臣は今日午前ウクライナへの支援のため、追加で3億ドルの借款を行うと表明しました。 週明けの日米首脳会談でバイデン大統領に説明し国際社会と連携して支援していく方針ですアメリカ国務省は17日ウクライナ侵略でのロシアの戦争犯罪や残虐行為などの証拠となる公開情報を収集しウェブ上で公開する新プロジェクトを開始したと発表しました衛星画像やソーシャルメディア上から得た情報を分析保存します 防衛,庁防衛省はきのう午前、中国軍の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島の間を通過し、太平洋の上空で旋回するのを確認しました沖縄の南の太平洋上では、5月3日以降、中国海軍の空母、遼寧が戦闘機などの発着を200回以上繰り返しています。 気象庁は来月から提供が始まる線状降水帯の予測情報について地方単位での的中確率はおよそ4回に1回と発表しました架空の外国人になりすまし sns などで知り合った人に恋愛感情を抱かせ現金を騙し取る国際ロマンス詐欺に関わったとして 大阪府警国際捜査課は、昨日、う58歳の日本人を国際手配しました。拠点はアフリカのガーナとみられ、被害者は30代から70代の男女65人、被害総額は合わせて4億円に上ります。共同通信によりますと、KDDI が格安ブランドポボで提供している月額基本料0円のプランを今後も継続することが分かりました。 楽天モバイルが今月十三日に月額ゼロ円の廃止を発表した後。申し込みが通常のおよそ二点五倍に増えたそうです。携帯電話。えーはい、お二人は何に使ってらっしゃいます。キャリアは。 キャリア、私はなんかいきなり山さんが笑い出したのはどういう意味ですか。私はね、なかなか覚えられない変え変えたんですよ。え変えた、いつ変えたんです。あのこの格安プランが出てから、私ね UQ にしたんです。UQ、そう。あそうですか。変えたんですよ。変えたんですか。えどんな問題。私は IIJ っていうね。IIJ、IIJ、あれもしかしてまだガラケー使ってんだ。いやいやいや、あのスマホなんですけど格安のやつっていうね。あそうですか。 だけどついこの間までガラケー使ってなかったっけ？ついこのいまでガラケーを使ってたんですが。いつからそのままに切り替えたの？いよいよえっ、ー、とねいつだったっけな。えっ、ー、と去年かはそのぐらいですかね。あそうですか、ね。はい。今、まあの海外旅行に行って帰ってくると空港でスマホじゃないと<っ>あのあ<ー>ソフト入れられないからだから簡易ソフトみたいなやつ入れられないから <laughs> えー、あの強制的に。 あのスマホを貸し出さ,れらさせられるっていうか何て言ったらいいんだろうな<ー>あの要するにスマホ持ち歩いてないと入国できない、はい、だから海外旅行基本行けないっていう,う,もうこうなったらスマホにするしかないよねっていう私結構ね古いんです iPhone の 3G かなんか出た時から。 <No. S 2> あのスマホ使ってますから、はい、スマホ歴は長いんですけど、うん、でもねもう面倒くさくなってですね、うん、での菅,菅政権で携帯電話の料金引き下げみたいな話になってはい、はい、で各社出揃ったじゃないですか、はい、もう最近まで一番安かったのが楽天モバイルが1ギガまでただっていうたださすがにただただじゃあやっぱりあのこの楽天の三木谷さんも。 まあ本音のところで「ただじゃん」ってらんねみたいなことを発言したっていうのがネットニュースになってましたけどもえここがただじゃなくなっちゃったんでじゃあもうただのところを選ぼうじゃあポブはただかって言ったらただじゃないんだけどね基本料金がただで1ギガバイトまで390円なんですけど。 これがまあおそらく最安値なんでそっちに乗り換えようとっていう人が続々出てるということで,、うん、で今、物価統計もえ去年の1年間に関して言うと今年の3月まではあの物価統計上携帯電話の料金が大幅に引き下げられてるんで、はい、実際の物価上昇よりもえ統計上の数字がかなり低く抑えられてるのはこの携帯の電話の料金が下がってるからだって言うんだけど。 私なんか未だに月額一万円ぐらい払い続けてるわけですよ、うん、で帰りはいいじゃんってこう思うじゃないですか帰りゃいいじゃん、うん、めんどくさくてそんな気持ちにならないんです、うん、それでだからできる方に手伝ってもらうのが一番ですよ はあうん、やってもらう半分 <laughs> やってもらったらなんか手数料とか取られそうじゃないですから取,ら取らない人にやってもらう取らない人にやってもらうそうはう声短くても今は取られなかったかもしれませんけど <laughs> 私だったら取られそうな気がするんだ <laughs> そうですか、ね、<laughs> そういう人ってね,ね基本的に人見たりなんかしてすいません縦でやっとこう辛抱さんだったら2万円ぐらい取っとこうかなとか思うじゃんそ, <laughs> <laughs> そうですか。 まあ、そんなこんなでね。えええー、あの、今までただだった。1ギガバイトまで、あの、ただだった楽天がお金取るようになったんで。うん、急にそれより安いところの契約が増えたということで。ああ、これでよくわかるのは、やっぱり、その。月々何百円でも。やっぱり、安い方がいいって言って。うん、あの、価格先行って言うんですけども、うん、選び取る方の。ほうの選ぶ方の先行ですね。はい、うん。そこまで、やっぱり。値段に敏感な人へ。 え結構世の中いっぱいいらっしゃるんだなっていうだからなかなかこうだと えー、あの物価があの上がっていく圧力はものすごく強いんだけどうん、うん、やっぱりでもちょっとでも物価上げると売れなくなるんじゃないかっていうやっぱり恐怖感を持ってる、うん、あの営業してる人多いですから、うん、なかなかねあの価格に、えー、経費を転嫁できないということになると企業の中でかなり苦しいところも出始めるだろうなっていうそんな感じもね、うん、今回このニュース見てるとすごい思ったりなんかしますがその一つ前国際ロマンス詐欺。はい 国際ロマンス詐欺これね国際ロマンス詐欺でと捕まったあまあ国際指名手配された五十八歳の男っていうの,の写真が手元にあるんですけどはい悪そうなやつですね伊 <laughs> 田君なんですか大丈夫か引っかかってないかこれいやいやいや引っかかってないですよかかすこれ今国際指名手配になってる五十八歳の森川容疑者という男はですねはい、はい、えー、米国人女性ライターなどを名乗り、うん、ということはつまり 男なんだけど指名手配されてるのは、はい、女性を装ってあの結婚を餌にお金巻き取るという巻き上げる。 だからまあ今まで国際ロマンス詐欺っていうのはね結構まあずっとニュースになってて比較的あの中年まあ中年っていう年齢が何歳ぐらいかっていうのが非常にデリケートで微妙なんだけどまあいわゆる中年の女性が引っかかるケース多いっていうのが今までの常識だったんだけどどうもそうじゃなくて男でも結構騙されてるやつ最近増えてるんということでえ国際弁護士とか国連の医師みたいなものを名乗るケースが多いらしいですあと軍人ですん、ね 信じちゃうんですかね、うんうん、それでね何百万円も結構振り込むっていうか、うん、ちょっと私はねその心理がわからんでもないんだな、うん、人間っってねどっか夢見たいところはあるんですよ、うん、心の中でどっかね <laughs> 嘘じゃないかな俺騙されてんじゃないかなと思うんだけど、うん、その騙されてるところになんか。 分かるんだなちょっとと騙されたいない皆さん気をつけてくださいそういう国際詐欺がこれ日本人だけじゃないんですよだまされてるのは実は日本あの億単位で被害が出てるんだけど国際的に見たらアメリカだけでも数百億円被害が出てますからだから全世界的にいろんな国の相手ターゲットにやっててたまたま日本もターゲットになってますというそういう図式です。はいズーム でした。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。トルコの大統領、フィンランドとスウェーデンの NATO 加盟に改めて難色を示す。 フィンランドとスウェーデンが NATO ・北大西洋条約機構への加盟を申請したことについてトルコのエルドアン大統領は18日トルコや EU ・ヨーロッパ連合がテロ組織に指定しているクルド人武装組織が両国で活動していることが、えー、自国の安全保障上の問題だとして改めて難色を示しました。ということで安全保障の枠組みが変わろうとしているというとはい はいえーまあ、北朝鮮条約機構というとなんとなくあのヨーロッパの軍事同盟というイメージをお持ちだろうと思います。まあ でも、基本はアメリカ主導の、はいえー、軍事同盟でありまして、えー、え基本はやっぱり大きな主導権はアメリカが持っているのでございますよ、うんえー、それはあの北大西条約機構の、まあ、検証に相当するですね、えーまあ、要するに条約ですから、はい、多国間条約ですから簡単に言えば、うん、多国間の軍事同盟を決めた条約なもんですからつぶ、ね、さに読んでみたんですが分かんないことがいくつも出てきてですねう 例えばあのざーっと読むと仮名の基準とか手順とか書いてあるんですよ。はい、ね？仮名の基準とか手順とか書いてある。それはもうすでに報道されているように。 基本すでに、えー、加盟国になっているのが30か国ぐらいあるのかな、すその30か国すべての国の同意がいると、はい、まあ要するに多国間条約だから,だから要するに、まあ、みんなのと条約結びますだから条約は締結した後それぞれの国へ持ち帰って議会の批准というやつが条約は必ず必要です。で議会の批准をし、まあ条約の批批准准をを条約しないと そう発行しないと、はい、で今回はまあスウェーデンとフィンランドが NATO に入りたいって言って手を挙げます<ー>でまあ事務局で調整したいじゃあ入れてあげますっていうまあその各国が OK って言わないとまず30カ国全員が OK って言わないと入れませんよってのは報道されてる通りですね、はい。でそれで入れるかというとさらにそれぞれの議会,議会で30カ国全部批准をしてですね議会で要するにその条約発行するっていう状況にならないとあのだからまあその1日や2日で 2>。 ええ、なんとかなるってもんじゃないわけですよ。うん、だからその三十カ国の議会で全部批准して、だからどんなに急いでも。 まあ何ヶ月おそらく常識的には相当急いでも1年ぐらいは最終的に完全に発行するまでかかるだろうとでこれ発行しないと軍事同盟としての効力は発生しないので今よく言われているのはやっぱりフィンランドとスウェーデンにとっては NATO に入りますと手を挙げてから実際に NATO に加盟して各国が条約批准して本当に入れるようになったら集団安全保障条約ですから、えー、スウェーデンやフィンランドが ロシアからちゅ攻撃を受けた時にみんなが一緒になって反撃しましょうねっていうところが働くんだけどそれ発行する前の間が空白期間になるからここが怖いんじゃないのっていうのがまあよく言われるだからそれに先駆けてイギリスがえまあとりあえず NATO に入る通達ってそう簡単にみんなが批准できて実際には入れるわけじゃないんでそれまでのつなぎで軍事同盟じゃないから軍隊出すわけじゃないけれども何かあった時には応援してあげるからねみたいな政治的な条約を この間、条約というか約束をしました。というのが、はい、ニュースになりました。えー、それで、ざーっとこの検証にあたるものをざーっとこう読んでみて、うん、本当に私ね専門家に聞いてみたいと思うことが一つだけ、疑問に大きく残ったんですよ。ほうほうあの加盟する。 方法方向ね、条件であるとか手続きであるとかっていうのはざっとこう書いてあってすぐ読める状態になってます、はい、で抜けるる条件も書いいてあるんです<ー>こういう,ふうやったらら抜けられますっていう条約ですから、えええー、一方的に通告するま,まあまあそうですねこれ一方的に条約破棄してかつてその軍事的な中立条約みたいなも相互不可侵条約みたいなものを、はい 例えば第二次大戦中にソ連が一方的に破棄するとか、ええ、そういうことはよくあ,よくあるっていうか回、まあ、っちゃいけないんだけどもあるも実際ありましたね。で NATO だって入りたいと言って入ってる入ってる加盟国が抜けるにはどういう手順が必要ですかっていうのはちゃんと書いてあるわけですよ。ところが私がざっと読み下して見当たらなかったのが、はいええとんでもないやつが出てきた時にそいつを除名する方法っていうのがですね。おー うんありそうなもんだよねでも多国間条約なんだからよく考えてみたらそれぞれが条約締結国だから、はい、それぞれの国が「いやあいつとの条約はもう嫌だ」って言うや<ー>叩き出せないこともないだろうと。 勇気もするんなんでこんな話をしているかというと今、フィンランドとスウェーデンが入りたいと言ってます、はい、ほとんどの国はいいですよって言いそうだだけどトルコだけがや,、うん、やだって言ってますなんでトルコがやだって言ってるかの話はもう昨日、すでにしてますけれども、えー、まあ改めてもう一遍しますとですね、えー、トルコとシリアあそこの辺一帯にまたがっているところにクルド人というあの、はい、民族が住んでるわけですよ、えー、このクルド民族というのは私の実はですね、うん 身近に一人いましてねそうです <laughs> 日本にもいらっしゃるんですよ。<ー>えー、このクルド人の人はね私が聞いた限りではスウェーデン経由で日本に来たのかな。<ー>で英語が堪能なんで日本で英語学校の英語の先生やってらっしゃるんですが<ー>クルド人なんですよ。<ー>スウェーデン経由で日本に来てるんですの、ね、<ー>であそういうケース結構あるんです、ね。<ー>だからクルド人ってあの 国を持たないいいい世界最大の民族とうに言われてますすすご人数るんで独自の文化もあるんだけれども国家として認めてもらってないんでトルコの東から南シリアとの国境線とかあの辺りにガッとこうたくさん住んでらっしゃるんですけど自分の国は持ってなくて国籍的にはシリア人だったりトルコ人だったりするわけですよ。だけどこの人たちはいや自分たちの国を持ちたいっていう思いがあるんで。 そういう独立運動もしてだから独立運動にもいろんな温度差あって、まあ、あの平和的に独立運動したい人ももちろんいるだろうし、はい、まあかなり過激な方法を使っても独立運動したい人もいるだろうしで、えー、そんな状況の中でトルコとしてはあのそれ独立されると。 自分の国の一部がなくなっちゃうわけだから独立は認めないと、はい、で特に今トルコはあのかなり独裁色の強いエルドアン政権というところで、はい、絶対に認めねえぞっていうような状況でうん、うん、ところが、まあ、スウェーデンなんかは、はい、いやまあ独立したいって言ってんだから独立しさせてやってもいいんじゃねっていうそういう国際世論もあるわけですよ、うん、だから私の知り合いのクルド人の人もスウェーデン経由で日本に来たったりなんかする。だ,だから結構その、はい トルコで迫害されてるような人たちが北欧に逃げてるケースってそこそこあって北でまああの表だって名前が上がって迫害されてなくても何となく居心地悪いからって言ってまあスウェーデンあたりに行って移住してそこからまあそれを経由に日本に来る方もいらっしゃるというそんな状況が現実に目の前に私の知り合いという非常に狭い範囲でもあるんだけれどでその人たちが。 まあ独立されるとととトルルコの今の今エルドアンとしてはざいじゃないと、うん、でスウェーデンとかフィン,フィンランドは応援しやがってと <laughs> であのそこの独立の我々が過激派だと認定している人間を囲まってんじゃねえかと我々がそのクルド人を迫害してるって言って言いがかりつけやがって我々が欲しいというものの輸出も止めやがってこの野郎みたいなことをトルコのエルドアンは言ってる状況の中でそんなうちの国に制裁かけてるようなフィンランドとかスウェーデンがな に入るななんかばかりならんはい。となると、えええー、多くの日本人は今の文脈を聞いて何を思うかというと大体 NATO にさ。うん トルコのエルドアンみたいな非常にプチプチプーチンみたいな <laughs> プッチプーチンみたいな可愛く言ってもでですすよ <laughs> <laughs> そう<で>すね <laughs> ミニプーチンみたいなイメージのある <laughs> エルドアンが <laughs> なんかねトップにいるようなそんな国が NATO のなんとなく NATO の加盟国っていうと自由で民主主義で、まあ、ま,あまともなというとトルコの人に怒られちゃいますけど、うん、そういうイメージの国が多い中で。ええ 登録を叩き出した方がいいんじゃねみたいなことを考える人もいてもおかしくはなかろうと。 いやー本当に言葉を選びながら一つ一つ喋るのは大変だわ <laughs> ほんと疲れちゃう <laughs> 本当にねこれでまたね、はい、これあの、えーま、一気にあの NATO が拡大したのはな、うんとなく皆さんのイメージで言うと NATO って、まあ、もちろんあの東西冷戦の時に東側のワルシャワ条約機構っていう東ヨーロッパロシアの強大な軍事同盟に対抗する形で西側の。うん 軍事同盟の NATO アメリカ主導のヨーロッパの、まあ、自由主義民主主義の国のいわゆる西欧の人と国々がこう対峙する形であった軍事同盟っていうイメージなんだけど、まあ、ソ連が崩壊した後、はい まあだからねやっぱりソ連の罪って非常に大きいなと思うのが東ヨーロッパは長年そのソ連の共産主義の中に組み込まれてて共産主義体制だったけど骨のところで多くの東ヨーロッパの国は共産主義は嫌だと <laughs> ねもうそんな自由や民主主義のないようなソ連の傘下に痛くねえしあのなんかうっかりしてると。 なんかあのソ連とロシアと、うん、生まれ変わったように見えるけれどもいつ何時ロシアがソ連みたいなことし始めてもおかしくないから怖いから、はい、もうとにかく西側にくっついとこうねっていう。 だか NATO の側が東にこうなんとなくね東方拡大っていう言い方すると NATO の方がまが率先して東の方に拡大してきたようなイメージなんだけれどもでも旧東ヨーロッパの人たちはできることなら西側に入れてっていうこっちの国々の要請もあって NATO が拡大してきてる。でだから1990年前後の,あの東西冷戦の終結と,とともに一気に NATO は東側に拡大していって新しい旧 共産権だったところが NATO にどんどん加盟していってるその流れの中でトルコが入ったわけじゃなくて、はい、トルコが NATO に入ったのはずーっと昔で。ええはい NATO ができたのは1949年だからサンフランシスコ講和条約の前ですよ日本が独立国になる前ですね日本がまだ連合国アメリカ中心とする連合国に占領されてる間に NATO 北大西洋条約北条約機構というのが生まれて1949年に生まれてここの最初のスターティングメンバーというのはアメリカだのイギリスだのイタリアだのオランダだのベルギーだのカナダだのデンマークだのっていう我々のイメージでいうところの。 西ヨーロッパっていうところなんだけどわずか3年後の1952年にギリシャとともにトルコは入ってるわけですよだからあの90年代以降にポットでの NATO 加盟国ではなくていやトルコというのは筋金入りのもう最初からいるトルメンバーなんでその上アメリカとしてはあのトルコがアメリカの。 まあ、基地が置けるような NATO の加盟国であるということに戦略上のものすごく大きな意味があるので、えー、出てけっていうわけにもなかなかいかないしいそれこそ核を置いてるというようなことをね NATO の,そのさっき言ったその入会手続きみたいなやつの文章をずっと読んでても、えー、叩き出す方法ってぱ <laughs> っと見出てこないんですよ。えー、だから、まあ、多くの人は また面倒くせえなトルコは、だいたいトルコなんてさ、NATO の中にいていい国じゃねんじゃねっていうようなイメージを持ってる人もいるかもしれませんけれども、私が言ってるわけではありませんよ。<laughs> ここはなかなかね <laughs> 表現がデリケートでね。えー、私が言ってるわけで、<laughs> そういう人もいるかもしれない。しれないこれ逃げの喋りをするときには一番いいツールでこれがね。誰が言ってるわけじゃないよ。<laughs> という人もいるかもしれない。<laughs> という状況の中で。ないでもなないいや大切なのはですね後でこう文字に起こされた時に言明しないという別にほっきり言ってるのはこの人っていうですねなかなか難しいとこだねテレビのコメンテーターの極意って知ってますかテレビのコメンテーターの極意というのはですね後で喋ったことを全部文字にした時に。 何も言ってねえじゃんっていう。<laughs> だけどテレビ見てる人がなんか言ってるように聞こえるっていう。<laughs> う<ん>これがコメンテーターの極意なんですよ。私がって言い切っちゃうとまた一部で問題が起きます。<laughs> <laughs> <laughs> なんだとって言われますよ。<laughs> <laughs> まあいいや。<laughs> ということでですね <laughs>、はいえー、トルコは、まあ、国内のクルド人問題というのがあって、はい、でトルコは何を考えているかというとで多くアメリカもそうだし、うん、他の西ヨーロッパの国々もみんな本音で思っているのは、うん、最後まで突っ張らないだろうトルコはと<ー>どう考えたってど,っうどう考えたってトルコが。 フィンランドとスウェーデンの加盟を本気で阻止するとは思えないよねただしねトルコっていうのはちょっとややこしくてですね、うん、え、まあさっきから言ってるように非常にややこしいところがそもそもある上にうん、うん、今あの隣がロシアなんですよそうするとねトルコにとったってロシアって怖いんですよ、うん、あんまり敵に回したくないんですね、うん、で、ロシアがフィンランドとスウェーデンに関してはっきり言って心の中で絶対加盟してほしくないと思ってるに決まってるわけで、うんはい、そうした時にあのロシアに対ロシア に対してう,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 うちが頑張ってねフィンランドとスウェーデンの加入を阻止したんだっていうと。 対対ロシアに対していい顔ができるじゃあトルコがじゃあ今そのウクライナと関係が悪いかというとそんなこともなくてですね、はい、ウクライナとトルコは非常に仲がよくて仲がいいどころじゃなくて、はい、今ロシア製の戦車みたいなやつを次々撃退したりなんかしてる、うん、えその主力になってる兵器はトルコ製が使われているとトルコの兵器は他の国の兵器に比べて値段が安い。うん でまた性能がそれなりにコストパフォーマンスが非常にいいのでウクライナぐらいの国は非常に使いやすいというところがあってでトルコとしては今、この,あのウクライナというところを舞台にトルコのいかにこの兵器というやつが性能がいいかというのを国際見本市みたいなことの会場になってますからどう考えたってトルコとしては両方と長距離外交ぐらいがいいよねっていう状況の中でだけど最後まで突っ張れないだろうとだからまあ条件闘争ですよね。はい だからまあ最終的にこの落としどころが今のところ多分誰にも見えてないと思うんだけどだからスウェーデンフィンランドに亡命しているクルド人のまあ,あの中心メンバーみたいなものをこれはまあ引き渡さないってスウェーデンあたりは言ってるんだけどそれを引き渡すというのは多分人道上スウェーデンはしないと思うんだけどまあ 口約束も含めていやそのピピピピケーケーっつうの感じですよね。ピケーケーというね。はい。くるの労働者と、はい。はい。だからそういうところにもうあの援助しませんっていうような。 すでにかくまって亡命してきてる人間を返すことは多分人道的にしないと思うんだけども、うんはい、でも、まあ、新たな受け入れやめますとか、えー、あの応援やめますとかトルコに対しての金融措置みたいなことをしてるんですがトルコに対しての金融措置をやめますとかだから、まあうん、ここからは条件闘争ですねトルコにとってはある日ふって湧いたようにこの今までちょっと関係が良くなかったスウェーデンフィンランドと条件闘争する絶好のネタが生まれたという状況の中 フルに使いたいと。だどの程度の条件でのトルコが飲むかっていうのが今この水面下の戦いですわ。えー、まだから最終的には今のところみんなが楽観してるのはそれでも最後までトルコが突っ張る突っ跳ねることはなかろうとどっかで必ず降りてくる折れてくるはずだと。ただまあそうすると時間がかかると。うん まあでも今のところ軍事的な常識で言って、えー、ウクライナでこんなに苦戦しているのにフィンランドやスウェーデンにロシアが攻め込むだけの力はあの残ってないので、はい、それで言うとそんなにまあ心配しなくてもまあゆっくりやっても大丈夫じゃねっていうのがおそらくまあ大方の見るところだろうと、はい、私も実はそう見ております、まあ、あともう一個の変数としては30カ国もあるといろんな国がありますがハンガリーという国は。 ロシアとと非常に近いと、まあ、この国は99年に冷戦終結後に NATO に入ってますけれども EU の石油だとか天然ガスの金融に関してもやめたほうがいいっていうえう、ね、ずっと言ってるしこのオルバンさんというハンガリーのトップはロシアのプーチンさんとも非常に仲がいいというようなこともあるんでこれ潜在的にはここもたとえトルコが妥結しても次はっていうのがある。 かもなーっていうですねそうなんですよ、うん、そうすると1990年以降に新たに加盟した東ヨーロッパの国々にどんどんウェルカムでアメリカもどんどんウェルカムで入れたんだけど NATO に、うん、だけどよく考えてみたらまさにハンガリーのまあいやいや独裁者みたいなやつがいる東ヨーロッパの国でいわゆる自由主義とか民主主義とかっていう欧米水準に,水準に達していない国も参見されるような。うん、それで言うととちょっと 広げすぎちゃってんじゃないのっていう見方は当然あるだろうなとう、はい、まあそれでその観点から言うとフィンランドとかスウェーデンってまことにまともな国である上にフィンランドとスウェーデンって両方共通してるのがあのちっちゃい国ですよフィンランドなんか人口500万ぐらいしかないしスウェーデンも1,000万人ないぐらいなちっちゃな国なんだけども、えー。えーはい 強大な軍事力を持ってる国ですから、うん、何独立してソ連と対峙してた国ですから、はい、両国ともに徴兵制がありますから、うん、だから NATO の側にとってみてもそんなちっちゃい国いくつも入れるよりもフィンランドとスウェーデンが入るとここの2つの軍事力足すと相当な力になりますから、うん、NATO の軍事能力が飛躍的に向上するという意味では NATO にとってもこの両国の加盟っていうのは。 まああの西側の多くの国はウェルカムなんだけどでも、ちっちゃい国としてはどんどんそうすると自分のところの存在感が薄れるということもありますからねまあそんなこんなでちょいと時間がかかるかなとあ次の話題、銀歯が7月も9%値上げっていうこの話、ちょっといけなかったですね残念ですがね。 はい、これ大変なことになっててかわいそうなのが歯医者さんですよ、ええ、あの銀歯の工程価格っていうのがあって、はい、この治療をするといくらって決まってるんですね <laughs> 報酬がところがその報酬では賄えな,ないぐらい銀歯の素材の値段が上がってて<ー>銀歯使って治療するとあの歯医者さんどんどん損するっていうかわいそうなことになっておりますず<ー>、はい、ズーム5時台も続きます。ズー 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。 番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。 「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。 ポッドキャスト、YouTube を聞いた後は、ぜひラジオ・ラジコで、辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。しれとこ観光船事故、飽和潜水の作業開始。 北海道知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故で深い海での捜索活動を可能にする飽和潜水がきょう午後3時半ごろ始まりました当初午後1時に開始予定でしたが潮の流れが速いため実施を見合わせていました 高い水圧に体を慣らした3人の潜水士が水中エレベーターでおよそ1時間半かけて観光船が沈む。水深120メートルの海底まで運ばれます。そこから船の中に入り、行方不明者を捜索するということです。まあ、本当に厳しい作業に従事する作業員の皆さんはご苦労様です。んでね、うん、えー、くれぐれもあの安全確保で。 えーえー、頑張ってくださいと申し上げるしかないわけでありますが、はい、ただ、この間からですね、まあ、新型コロナについてもそうなんだけど専門家って結構いいか減なこと言う人いるよなといろいろ思ったりなんかすることがあるんですがこれの潜水調査に関してもですねごめんなさい、まあ、結果的に私の方が間違っている可能性も今後ありますから<お>今、この段階でこれを言うのは非常にリスクはあるんですけど、はい、だから素朴に思ったことがあるんですよ。うん あの専門家と称する人がこの間ですね「えー、この船の中にはかなりの,あの乗客が取り残されてる可能性があります」だから潜水調査でかなりの方の行方不明者が発見されるんじゃないでしょうかっていうことを言った方がいらっしゃるんですよ。だだけど俺の常識ではありえないんだな,ありえないんというのがですね、はい、あのどんな状況だったかというと最初第一歩が1時13分に、うんえー、海上保安庁に間接的に SOS、まあ、に近い形の発信があって、うん、で最終的に2時過ぎぐらいまで浮かんでたっていう情報があるわけです 2>, 2時ぐらいまでね。はい、そうするとまあ あの危機が生じてから沈それで、まあ我々の船の用語で「側沈」っていう言い方があるんですが「側、はい、沈」何かあって座礁していきなり船が沈むみたいな、はい、まあ場合によったら大型船でも真っ二つに折れて沈むみたいなことがまれにありますから「側、うんうん、沈」っていう状況になった時に私もあの海難事故を2013年の時起こした時に。 あのよく知ってる人はみんな側沈じゃなくてよかったねってった<ー>確かに私の場合はクジランが当たってから、はい、沈むまで15分ぐらいがあったんで、うん、その15分でいろんな対処ができたんですが側沈だったら船の中に行方不明者が取り残されてる可能性がありますが、うん、今回1時13分に第一報があって2時ぐらいまで浮かんでいたという情報がありますから、はい、沈むまで1時間ぐらいだからじわじわ浸水してるわけですよ。うそうすると私が船長ならとにかくまず全員救命胴衣着せますよね。うんはい、で沈で 沈む前にとににかく飛び海の中に飛び込ませませす、うん、というのあの船の近くにいるだけで船と一緒に引きずられて沈んでしまいますから即沈なら船の中に残ってる可能性がありますが、えーえー、今回の時系列を追ってると即沈ではないので、うん、おそらく沈む直前には船から離れろっていう指示をまず出してるはずだと思うんですよ。うん、それでも近くににいると一緒に 引きずりり込ままれた人人も何人かはいる可能性がありますがあす少なくとも船の中にたくさんの行方不明者がいるという状況は私の常識からすると考えられないんですけどもだけど堂々と専門家の人がかなり初期の段階で船の中にかなりたくさんの行方不明者が取り残されていや時系列からすると俺の常識だとありえないよなっていう感覚なんですがまあこれ多分今日明日には分かると思いますんでね。私の方が間違ってたということになる 可能性もないではないいでではすが、えー、でその後どんな作業をするかというと、えー、船にベルトみたいなも,ものをかけます、はい、で簡単に引き上げられるのかというと、えー、実は簡単に引き上げられますあの水中ですからかなりの浮力がかかってますから、はい、だからあのこの手の小型船って多分ね20トン未満で19トンぐらいだと思いますけど19トンぐらいの船だったら、はい、あの普通のそんなにあの巨大なクレーンじゃなくてもうんえー 割と簡単にベルトかけて引き上げることが可能ですでベルトかける位置というのもまあ船によって決まってるんですけど、まあ、ほぼほぼそんなに難しい話じゃないですから作業的にはそんなに難しくないんだけど、はい、でも何中たって水深1 2 0ルで13気圧ですから、えー、それはあの作業してらっしゃる方はものすごく高圧のもとで飽和潜水に関しては前も説明しましたけど改めて説明をするとですね あのこれ普通に気圧だけ上げていくとどうなるかというと大気中の78%が窒素、まあ、大体8割窒素ですね、はいうん、で21%弱が酸素ですだからまあ空気ってほぼほぼ8割窒素で2割酸素なんですよ、うん、それで高圧のところでどんどん潜っていくとどんどんそこの中にいると空気圧も同時にみんな高まりみんな高まりますよね当たり前の話が。うん、そうねどうなどうなるかというとい 窒素がどんどん体の中に溶け込んでいくわけですよ。はい、窒素って水に溶けるんですね。うん、で、体にどんどん溶け込んでいきます。はい、で、窒素ってやつがややこしいのはですね、窒素酔いっていうのを起こすんです。はい、窒素酔いだから、あのー、ボンベでスクーバダイビングで、はい、あの空気ボンベ、何本も抱えて潜って、長時間潜ってられるかというと。 まああ体さえ慣らせば潜れないことはないんだけど、うん、窒素酔いで、うん、まともな判断ができなくなっちゃうんですよ。うん、でこれ百二十メートルんで十三気圧のところに長期圧長期間窒素の高濃度のところにさらされると、はい、窒素酔いでまともな判断ができなくなるんで、うん、窒素の代わりにヘリウム、はい でで置き換えて高圧かけるんです、うん、そうするとヘリウムってやつはほとんど水に溶けないっていうか血中に溶けないんですだから窒素酔いがなくて高圧に体慣らすことができて、うん、ただしそれでも浮上する時急激に上がってくると、あのー、高濃度の酸素が溶けてますから、はい、酸素が気泡になって血管をこう詰まらせる可能性があるんで、うんうん、だから本当にちょっとずつちょっとずつ体の中の気圧を下げながらゆっくりゆっくり上がってこなきゃいけない。だからここで 13気圧のところで長時間作業すると上がってくるだけでものすごい時間かけて上がってこなきゃいけないっていう大変な環境の中で。 まあ作業員の方がやってらっしゃるんだけどもえー、今日は海流が強くてですね実はこの番組始まった段階の第一報では、はい、今日潮の流れが早すぎるのでえー、今日はちょっと作業を見合わせるんじゃないのっていう情報があったんですが、うんですね、え今日は本番中にですねなんとか始められたうで,、はい、そうです、ね、3時半からスタートしたということでただあの海流ってやつは恐ろしいですからあのででややこしいのが上に止まってる船と100メートルの あの深海では違う水の流れがあるんですよ、うんはい、これが一致してると、ね、まだ大社の様があるんです違うんでだから海流が穏やかな時でないとあのこういう危険な作業できないんですけどま、うん、まあまあなんとか作業してらっしゃるということなんでとにかく無事に何らかの手がかりがと本当に祈るだけです。うん